はい、それでは、43話目引き続きいきたいと思います。まあ、前回の続きで、ここですね。これ、ストーリー、死の影を恐れてサラをウィザード島から逃がす。これを行いたいと思います。よいしょっと。ディーゴン、いや、ゴチャ。よう、カルブ。これでもうこのストーリーを進めると南部地域に入れなくなるって形ですね。もうほぼほぼ他のサブストーリーとかもクリアしたんで、これでいきたいと思います。私は天啓を得た。昨晩、新たな入隊希望者が数名加わり、先制を立てた。皆はるか遠方よりこの地へ旅してきたという。この者たちが今こうして現れたのは決して偶然ではない。なぜならその遠方のキャンプでは、我々がかつて南で浄化したような盗賊や殺人者などの罪深き者どもが溢れているというのだ。我々は脅かされている。全員だ。我々は毎日死の影を恐れて生きている。だがその影を作るのは我々を取り囲むフリーカーではない。なぜならあれは神の計画の一部。神が我々に下した罰なのだ。ああ、そうだ。我々に破滅をもたらす敵はフリーカーではなく同じ人間だ。かつてノアがそうしたように、人類を救うため箱舟を作った。そう、英知を補完し、洪水が収まった時世界を立て直せるようにな。だがこの時代、世界が終わりを迎えようと、神は海から波を呼び、忌まわしき者をこの地から洗い流すようなことはしない。ああ、水の洗礼は行われないのだ。そう、今の時代では我々こそが洪水だ。我々は世界を洗礼する使命を授かった。炎を持ってな。神の怒りを買った全ての者に対する聖戦を宣告する。これより北へ進軍し、堕落者どもを探し出し、この世界を。オブライン、応答しろ。いるか。準備はできてるな。決行するぞ。今すぐだ。座標だ。送った。今どこだ。クレーターレイクのウィザード島民兵キャンプだ。どこだ。そうだな、タワー、きっとあそこだな。よし、いいぞ。でもそのキャンプをやるってのはな。食い物持ってきてくれ。やだね。どこはどうだ、開けられない。こいつをこうして、これでよし。サラが待ってる。サラ、少尉、いるか。くそ、待ってろ、すぐ行く。ねえ、見張りなら向こうの方でやってくれない？それはできない。大佐の命令なもんで。バカみたいにぼーっと突っ立って。おい、口には気をつけろ。今までとは違うんだぞ。命令に背くなら。誰もいないか。大
丈夫よ、いない。よし、作戦は。荷物をまとめろ、逃げるぞ。どうやって、見張りだらけ。信じろ。オブライアン、山頂に向かう。チャンスは一度だけだ。了解、今から向かう。オブライアンってどこに行くの？説明してる時間はない。全部持ったか。大丈夫、行こう。離れるな、誰かに会ったら。来て。メモ読んでないかなって。ねえ、オブライアンって一体誰なの？言ったろ、オブライアンはお前をヘリに乗せて別れた日に助けてくれたネロの兵士だ。ネロ？やばい、ウィーバーだ。違う違う、そっちだ、容器の方。そうだ。おい、聞いてないのか？ちゃんと集中しろよ。そこの容器だ。いいな。よし、行け。ほら、落としたら承知しないぞ。まさかウィーバーが助けてくれるなんて。また見張りよ。ここにいてくれ。ねえ、リーコ、迂回しましょう。オッケー。オブライアンってネロのヘリにいた男？まあ、その話すと長くなる。まずは逃げ切ってからだ。何か見えた。まだヘリは飛んでるってこと？だったら機材や設備だって残ってるはずよ。ああ、確かにそうかもしれないな。オブライアンに直接聞けばいい。もう一人。待って、私がやるわ。気をつけろ。あなた何をしてるの？あの、ここは誰も通すなって。この私に口答えをするつもり？これは明らかな命令違反よ。もっと軽い罪で公使刑になった兵だっている。それを知らない？私は大佐の命令で来た。あなたを名指しで確認してこいってね。それがどういうことか分かっている？ねえ。おい、な。いいぞ。もう一人。私がどかしてみる。気をつけろ。やるな。さあ、もう少しよ。早くユーザーに会いたいわ。それは。ロストレイクに行きたいってことか？クローバーデールじゃなくて。いえ、ただ生きてる。ブーザーは私の兄みたいなもんでしょ。待って、考えます。誰だ？あなた。おい、嘘だろ。あ、間違えた。うわ、近しすぎた。失敗です。どっからだ。早くブーザーに会いたいわ。それはロストレイクに行きたいってことか？クローバーデールじゃなくて。いえ、ただ生きてると知ったら会いたくて。ブーザーは私の兄みたいなもんでしょ。待って、考えがある。立ち入り禁止です。この私に口答えをする気？士官に対して？上官へのその無礼な態度、不服従、命令違反とみなして軍法会議にかけることだってできるのよ。私を知らないの？一般兵だとでも思った？私は生物医学の博士号を2つも持った大佐直属の士官なのよ。その私に歯向かうつもり？おい、な。上出来。サラもよくやったな。光が差してる。もう少しよ。よし、やっとだ。
コーンに着いた。ヘリはどこなの？大丈夫だ、あいつは来る。俺たちはとりあえず諸君、ここが山頂だ。見ろ、素晴らしい景色だろう。ああ、少尉、この新入りたちに島の案内をしていたところなんだ。これからアークに入るんだが、一緒にどうだ？ああ、諸君、これはウィティカー少尉だ。彼女は敵に有効な毒を研究するチームのリーダーを務めている。裏切り者！おい！待て、ちょっと下がるな！私よりそいつを信じるの。前に話したキャンプを覚えてるか。そこのリーダーのアイアンマイクにこいつを送り込んだんだ。んだこんなやつ見たことない。大佐、信じてくれって。黙れ。よし、話してみろ。この男は本当にスパイなんだ。とんだ言いがかりじゃない。こんな男見たことない。そうだ、何者かもわからないのに信用するの。俺がどこのキャンプから来たって。嘘ついてるって言うのか。なんだ。嘘じゃない、こいつの背中を見ればわかる。だろ、もういい、黙れ。最後の警告だ。では、事の真相を調べようじゃないか。隣人について偽証してはならない。ああ、クーリ隊、これは8番目の戒律だったか。はっきりとは覚えていません。何を見た。嘘はつくなよ、わかるからな。こいつはロストレイクで女を襲ったんだ。何言ってやがんだって。校長、その時見たんだが、こいつの背中にはタトゥーがある。悪魔信仰みてえな、犬か何かがチェーンを食いちぎってる絵だった気がする。こいつを止めたんだが、酔ってて大暴れしやがった。俺がいなかったらどうなってたと思う。こいつの背中を見ればどっちが嘘ついてるかわかる。大佐、話がめちゃくちゃすぎて。見せろ。ここに刻まれているのはケルペロス、ハデスの番犬か。地の底から這い出てくるところを見つかるとは滑稽だな。だがお前はケルベロスではない。ピーコン・セントジョン、神の使徒かと思いきや、嘘をまとった裏切り者。本当はこいつがキャンプを追い出されたんだ。聞いてくれ、お前は何だ少尉。ネロのヘリが飛んできた時、ドリフターと一緒にいたのはどういうことだ。大佐、何のことだかさっぱりよ。確かネロのキャンプから来たんだったな。貴様はスパイだったのか。いつからだ。マッシュ、信じて。私はまた嘘か。ドリフターならまだわかる。ああいう男は裏切る者だからな。だがお前は。大佐、俺だ。俺なんだ。大佐、俺が嘘をついた。ポケットを見てくれ、無線がある。俺がヘリを呼んだ。少尉も騙した。俺と一緒についてくるように。物資の確認が必要だと言ったが、本当は人質が必要だっただけだ。リーコンセントジョンな、応答しろ。こちらネロのオブライアンだ。悪いな、セントジョン伍長は取り込み中だ。待て、誰だ。真実を追い求めると罪なき人間が犠牲になる。
たな勝利。二等兵を話せ。サルコジだったか。はい。隊、ドリフターを留置所に放り込め。明日〇〇〇〇に裁判を行い、公死刑にする。少尉、ここはもういい。仕事が山積みだ。さて、ロストレイクキャンプとやらについて話せ。はい、全部話します。少尉、来るんだ。なんとあのスキッツに裏切られましたね、あのアンポン野郎め。よし、まだ生きてたな。ざけんな。その息だ。心は折れてないな。なんで、どういうことだ。そのタトゥー、鎖を食いちぎる犬か。珍しいだろ。それで、少し調べてみたんだ。その、理解したくてな。少尉の入隊時に回収したものだ。おそらくお前のだろう。ああ、そうだ。嫁の名前もベスじゃないな。ああ、違う。ずっと彼女を探してたのか。ああ。なぜと聞いたな。簡単なことだ。お前は嫁のために死に物狂いで生き抜いてきたんだろう。首を吊られるのはあんまりだ。待て、俺を助けたってのか。それじゃお前らも処刑される。戻るつもりはない。大佐はイカれてる。聖戦や虐殺だの、ついていけん。そうか、じゃあどうするんだ。東へ行く。ああ、リノを目指す。一緒に来るか。いや、戻れはしないぞ。その場で撃たれる。サラを置いてはいけない。それに北にいるアイアンマイクに知らせないと。それはもう手遅れだ。どうして。民兵はすでに出陣している。何、サンティアムさんを通れるようにしてな。まずいぞ。本当に一緒に来ないか。ああ、行かない。幸運を、セントジョン。なあ、クーリー。俺は兵役時代のことを思い出すたびに胸くそ悪くなるんだが、あんたみたいな男の下に。ついてれば違ったのかもな。まだ間に合うかもな。なんとクーリーに助けられました。いいやつだったんですね。お、なんだ、武器は、この武器はいらない。え、でも結構いいな。あ、でもこっちか。こっちの方がいいな。メイン、いっぱいある。いっぱいいい武器あるんじゃない？これ？あ、サブマシンガン？まだ持ってないやつだ。いいじゃん。これは？スナイパー。
アーマー、マットいっぱいある。これスナイパーダメージは落ちる。こっちはクラウドブレーカー、だいぶ命中精度落ちるな。まあ、この辺りの武器はサブマシンガンか。このサブマシンガン、連射性能が上がるね。これか、つけれるの、サブウェポンつけれるの、サイプレッサー。連射性能が下がって貫通力が、あ、だいぶ違うな。一応かな、あ、これ100発ぐらい。あ、これこっちの方がいいね。 OK で、あ、戻るんだ。あ、どこに行くんだ。あ、ロストキャンプまで行く神の人かと思いきや、あ、あっちだな。ファストトラベルはできない、できない、行けない。よし、向かおう。ちょっと待って、武器はもうこれで OK。 回復は OK、 いっぱいある。 OK、 行きます。ロストレイクに戻るんだ。北に行ってブーザーとリッキー、マイクを助けないと。サラのことは助けられないが、あいつらなら。本当にすまないさ。でも俺は絶対に諦めないからな。どうなんか俺って何とかする。北に行くにはサンディアムハイウェイがいいか。あべ、あべ、一番早い。あばい、あばい、ロープがあった。あいつ、やばい、やばい、あいつ火炎放射だ。このスナイパー外して、あいつやっつけた。あいつやばい。よし、よし、このスナイパーもやっつけた。お、やばい。よし、お、危ない。お、なんだ、あいつか。よし、あ、じゃ、よっしゃ、あれか。この武器は、あ、なかなかいい武器だな。メインウェポン、まあでもなんか、
よし、バイクどこだ、バイク直さないと。あれバイクはこっちか。バイクどこ行った。バイク、あっちだ。武器。よし。マックスマット。武器。ああ、バイクこっち。そう。バイクあった。うわ、こんなとこに。こんなとこ。ちょっとバイク直す。いけるか、バイク直せる。あれ、なんかおかしい。乗れるか。あ、大丈夫。行こう。やばい。あー、やばい。なに。あそこスナイパーに。撃たれた。よし、あいつ。よっしゃ。どっかいるぞ。あそこか。やばい。どこ。あいつか。よし、これで終わりか。おい、よし、こんなもんだろう。よし、オッケー、バイク行ける。あー、あれ動かさないけど。これは助かる。あとスクラップ。よし、行こう。燃料は大丈夫だ。燃料は入れる必要はない。 OK。 待ってろブーザー、今行く。あ、やばい。またスナイパーが。あー、やばい。なんだよ、すごさいるぞ。よし、あのスナイパー、あいつ来てる。あいつスナイパーな。やばい。あ、爆発してる。オッケー。やべ。なんだこれ。よし、あのスナイパー。弾ないな。あった。よし。
これ10か。よし、こう、アースクラップ。なんだこれ、弱い、弱い武器。よし、どう。ん？ここなんだ？バリケード。ドカンと行くか。ドカンと。お腹飛んできた。トンネルが通れるようになってる。スキッドたちだな。お、なんだこれ。お、また、まただ。くそ、ネロの検問所を奪ったのか。戦うしかなさそうだね。始めようぜ。あ、いた、あ、いた。お前ら邪魔だ、そこをどけ。あ、やばい、やばい。なんだ、どこ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。死んだ、オッケー、オッケー。よし、あいつだけ。あとあいつだけだ。なんだあいつ、邪魔なとこにいてんな。あ、邪魔だ。こっちから行くか。あ、やべ。何？よっしゃ。来やがれ、民兵ども。銃帰れた。銃。弾欲しい。ナイフの弾。ナイフの弾あっちから。どういった？あいつあんな上に上がってる。あれ登れない。あ、やばいやばいやばい。嫌いか、危ない、嫌い、嫌い、置いてるよ。危な。うーん、ここで、あ、か、あ、ここ、ここあるな、彼が。ガンロック、あ、ガンロックは使えないか。あ、いけるか、いけるいける。ガンロックか。止まった。気になるんですよ。よし、よし、ガンロックあるけど、ん？はい、サブウェイ。オッケー。あれ、まだ誰かいるかな。いてるいてる。あいつがやつか。さあ捕まえたぞ。あ、やべ。校長、我々は法に従っている。その必要はないよな。どうするかはお前が決めろ。よし、ザコをやっつけた。これ、これをこっちか。よし、オッケー、よし。ちょっと待って、スクラップあるわ。頑張って、スクラップがあるじゃん、パトカー。
できないかな。クラフトできないな。バインビーナパームダウンクラフトできる。ここはよし、中弾あれあれおかしい、あれあれバイクが近すぎるか。あ、弾最大だ。いら、あ、そっか、さっき弾入れたんだ。危ない。しゃ、なんだこれ、ボールが倒れてる。おい、ブーザー聞こえるか、返事をしろ。ブーザー、ディーグ、そいつをこっちへ持ってこい。アーリー、怪我人を運べ。ブーザー、ディーグ、生きててない。お前の助けがある、中に運べ。急げってんだ、気をつけろ。あと少しでそっちに行く。ブーザー、スキッツォに気をつけろ、お前のことを狙ってる。おい、もう抜けやがる。殺して。ブーザー、チキシュー、どっちか。リッキー、答えてくれ、俺だ。リッキー、アイアンマイク。リコン、スキッツォが、あんたは死んだって言ってた。スキッツォを探して、それからマイクもだよ。リッキー、一体何が起きてるんだ。スキッツォのやつが民兵を引き連れてきたんだ。急いで探して。ロン、おい、あいつら逃げるぞ。やつらを追うぞ。スキッツォはどこだ、誰か見てねえか。やったぞ、俺たちの勝ちだ。早く追うよ、逃がさないで。スキッツォはどこに行った。みんな探してるが、どこにもいない。早く行くぞ。大丈夫だ、やつは絶対見つけてやる。ああ、リコン、よかった、来て。リッキー、どうした。アイアンマイクが撃たれた。いや、何サボってるんだ。釣りでも行かないかと思ってな。食い物がいる。なあ、見つけたか、お前の嫁さんを。見つけた、外にいる。連れてきたのか。ああ、あんたがいなかったら見つけることはできなかった。そら、よかった。よかった。会ってみたい、お前が。あそこまでする女だからな。俺のエリザベスも。大丈夫だよ。あ、マイク。マイク、これを飲んで。いや、いらない。まだ。ほら、無理しないで。ディコン、俺は間違ってた。いや、そんなことない。まだ大丈夫だ、マイク。怪我さえ治ればなんとか。俺は間違ってたんだ。間違ってた。お前はどんな手を。リッキー、うん、ここにいるよ、マイク。マイク、マイク、you
アイアンマンク死んじゃいました。こんなことは言いたくないが、アイアンマイクは死んだ。そのマイクは民兵が引き上げるときにスキッズを止めようとして、いつもの調子で奴を説得しようとした。それで、ああうるさい、いいから黙れ。これは追悼なんかじゃない。マイクはそんなの望まねえ。俺らにそんな時間はないんだ。なぜなら今日戦った連中はあれで終わりなんかじゃない。まだいる。奴らは軍隊だ。キャンプには大勢嫌がる。次に襲ってきたら今度こそ皆殺しにされる。だがそうはさせない。こっちから先に撃って出る。ほら喋るな、静かにしなって。アイアンマイクはリーコンを信用したんだ。だからみんなは話を聞きな。悪い、無理だ。俺はアイアンマイクじゃない、ただのドリフターだぞ。そうなら出てく。違う、出てかない。見ろ、いいか、ブーザに。やっぱりちょっと声の方が早くいって画像がついてきてないですね。まあこれがちょっとあの字幕、日本語に字幕にしてる、まあ日本語に書いてるところのあのあれですかね、バグですかね。こいつを見てみろ、あるシェルターで見つけた。これって、ああトラックが必要だ。でかいダンプカーみたいなやつ。そこに書いてある肥料で満タンにする。アンモニウム、ああそいつをクレオソート400リットルと混ぜるんだ。肥料満タンのトラック爆弾ってことか。嘘でしょ。民兵は島を丸ごと要塞にしてる。洞窟の中には民間人、労働者、それに入隊を拒否された奴らがいる作業キャンプだってある。武器庫と守備隊はメインゲートのすぐそば。ここを叩けば大佐の民兵は終わったも同然だ。サラはどうする。サラは大佐がアークと呼ぶ洞窟にいる。でも奴らが仲間を殺さない保証はあるの。サラだって他の人も。それは保証できない。だが爆発で大混乱を起こすことができれば、その隙に俺が潜入してサラを連れ出す。でもうサラだけの話じゃないんだ。大佐は俺たち全員に宣戦布告した。しかも軍隊まで持ってるんだぞ。アイアンマイクたちはこの戦争の最初の犠牲者に過ぎないんだ。俺たちが早く撃って出ないとすぐにやられちまう。いい作戦だとは言ってない。そうだね、最悪だよ。ブーザーどうする。乗るに決まってんだろ。そっか、でも私らだけじゃ無理。そうだな、他に来るやつがいたら一緒に南ゲートを叩け。爆発が起きたら敵は全員メインゲートに集まるからな。オッケー、準備しないとね。はい、おお神の使徒、使徒かと思いきやアイアンマイクのキャップ。もう少しでレベル3ですね。最悪の敵、民兵を止めて何が何でもウィザード島からサラを助け出す。アンロック、良い兵士、ウィザード、ぶっ飛ばせ。おナパーム火炎だ。アンロック、真摯な証拠。おお。おお、またダイヤモンドレイクキャンプ。こんなもんですかね。とりあえずこれでガンロッカーある。とりあえずまたこれでこの北側のところに戻ってきたって感じですね。今のところは結構ある、まだある。なんかあ大群スレイヤーが出てきてますわ。うわこれなんだ、うわいっぱいある。おお大群、大群いっぱいっすよ。
どんだけあんねん。うわ、結構まだあるイベント。うわ、すごい大群ばっかりだ。なるほど。これはどこに行くんだ今は。今はとりあえず見せてるもんがある。レッキーと話すって感じですね。まあとりあえず、うわすごいね。こっちの南、あ、南の方にも今行けないけど、まだまだまだ結構話的にはありますね。うわこれ全部倒さないけど、すごいです。こんな感じでいっぱいあります。まあとりあえず今回は、ここまでで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。